中年オタッキーです、はい。今日はねゲストをお迎えしております、ちょっと先日の動画でも紹介したんですけどね、ちなみにね今日あの2人ともマスクしてませんけどあのちゃんとソーシャルディスタンスはやっておりますのであのいらぬ ご心配はなさらない、うん、とはね、紹介自己紹介してもらいましょうか。あ、はい、皆さんはじめまして、高橋のカメラボというチャンネルを運営している高橋と言います。オールドレンズとか、フィルムカメラを中心にやらせていただいてます、そんな感じでね、もともとねあのショップの店員さんでよく知ってる人間なんですけどYouTube 始めちゃったということで、はい、で、もう結構な本数出してる、ね、何本ぐらい、もう今8本9本、ね、出してますね。まあそんな感じで、ね、ちょっと面白い動画をアップしてるんであの紹介ついでにねちょっと、はい、カメラトークということで、はいはい、やってもまいります、はい、はい、それでは動画スタート。ちょっとね BGM がね後ろに入ってしまいますけど、これね上板のサービスエリアで撮ってるんでねあの撮影場所がなかなかなくてね本当に最初あのショッピングセンターのフードコートでやるって言ってたんですけど人がいっぱいいすぎてもう無理だということで、ちょっとこうあの鬼滅の刃のねあの風切り、直後ということでちょっともうこれは無理だということで、ここに場所変更していってるんですけど、とりあえずね、高橋のカメララボっていうね、動画を始めました、紹介していきます。ね今何歳ですかちなみに。あ、はい、今22歳。22歳、はい、大学生。大学生、大学今院生。大学院生か、はい、結構ね勉強はできるんです。いやいやハードルでカメラを始めたのは大体いつぐらい。そうです、大学入学した頃なんで18ですね。18、はい、でもきっかけっていうのはどんな感じですか。僕もねなんでかは分からないんですけど、うん、たまたま書店に大人の科学マガジン、はい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 あります、はい、あれで二眼レフカメラが発売されてまして、はいはいはい、でもうそれを始めてもうフィルムにもうのめり込みのめり込みでこうゴロ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 転がってたらスタート地点があれかいやまあトイカメラに近いっていうことは近いんですけど、まああのあれシャッタースピード固定かな。はい、固定です。絞りは、絞りも固定、絞りも固定固定じゃあもうあの400のフィルムでよ250の F8 とか125の F8 ぐらいで固定されてるのかな。なるほど。あ、まあ、フラッシュシンクルとかない。ないです、もう全然。じゃあもう明るい、もうデイライト専門やな。そうなんだ。そうなんだね。あの僕も書店とかではね、そのチラッと見たことがあるんですけど、あれ一群一枚だけレンズ。レンズはね、本当にもうただのガラスではなくって、うん、プラスチックの。プラスチックのレンズなんだ。あれはは。もうね。そうだから最初始めた頃室内で撮っちゃって、はいはいはい、映んない、なんで、そりゃ映んないそりゃ映んだよフィルム出して現像帰ってきて、うん、2枚とかで、え店長ってそりゃ映んないですよ。絞りスピード固定だった結局あの映るんです状態で。そうなんですよ、映るんです。しかもフラッシュもない。フラッシュなし、映るんですよフラッシュなしなるほど。昔のね映るんですよフラッシュなしだったんですけどね、あ、僕がその中学生か高校生かぐらいの時に映るんです出た時は、あれしかもワンテンのフィルムだったんよね。え、そうなんですか。最初ワンテンのフィルムで100のフィルムが入ってて、でフラッシュなし、あんなちっちゃいやつで1回だけ使ったんだけどひどい映りでこんなもん使えるかって言って、今の映るんですよ、よくなってるけど ね、うん、びっくりするぐらい映るけど、すごい、まあでもそれ一群一枚でシャッタースピード固定でそれは室内だ撮れねえわなるほど。いや入ったとこがそこか。え、でその次に買ったのは何ですか。その次にあのローライフレックス 2.8 もう飛びすぎやどうなってんのって僕もねあの今考えるとちょっと頭おかしいなびっくりや。いや普通に考えたらね、まあ、まあ2眼から2眼に行くのは分かるんやけど、そうヤシカフレックスとかね、リコーフレックスとか、ちょっと安いの行こうかって、ローライスかいきなり。いやどうすんなら一番いいやつを買おうと。ああ、まあそういう考えの人たくさん今そういうの分かりますけどね。で物理びっくりしたでしょ。びっくりしました、もう、うん、
ちゃんと撮ったらこんなに映るんだと思って、あのね、もう二眼はね、とにかく66でね、6センチ×6センチなんで、もうフルサイズなんてもんじゃないですよね、画質がね、全然違います。まあ、この動画ね、見てる人はね、やってないと思う、大半の人がやってないと思うんですけど、すごいっすよ、二眼ね、中盤のね、でローライなんかもツワイスが入ってるんですからね。そうです、もうプラナーが、うん、プラナーありますからね、もうドカーンときますよね、もう鳥肌立ちますんでね、本当にね、もうそれでもうハマっちゃったと。もうハマっちゃいましたね。あ、で普段はどんな被写体を、もうスナップって感じですか。そうですね、スナップと、あとはまあちょっとまあ山登ったりとか、あの滝に行ったりとか、はいはいはい、ちょっと風景を、はい、ああ、なるほどね、まあ、それどんどん機材が増えますね。そうですよ。それは増える。広角が欲しい、そうそうそう、明るいレンズが欲しい。もうだって、まあ、ローライフレックスだったらとりあえずレンズ交換できないんで。そうなんですよ、うん、あれ 80mm だっけ 75mm だっけ 80mm です、僕のやつは。80だっけ、うん、まあ、80mm で風景はいくらなんでもちょっときついかなと。ああ、でまあ、デジタルもね、あのフィルムも両方やってるということで、はい、ね、高橋のカメララボさんの、動画はね、今ね、オールドレンズデジタル と、フィルムカメラと、まあ、いろんな、ね、あのタイプでやってるんですけど、本来はフィルムの方に行きたいような感じもなんか言ってましたけどね。まあ、フィルムね、写真すごくすごく楽しいんでね、うん、結構いいカメラね持ってる。この動画の、説明の欄にね、リンクを貼ってありますんで、もうね、ぜひとも見に行ってください。結構内容面白いんですよ。まだね、動画の数少ないんでね、これからの展望っていうのもあるんですけど、すでに面白いんでね。もう600mm のレンズ数えてうろうろしてるのはちょっと笑いましたけどね。これ絶対変な人やんとか言って、子供が、ね、指さすんですよ。指さすやろ。お兄ちゃんバズーカ持ってる。あれは本当ね、戦場なんかにいったらダーンって当たります。痛いですしね、もう。もうでもね、とにかくね、内容的にはね面白くてね、でマニアックですね。かなりマニアックです。アルファ 7S S2 か、はい、S2 にね、中盤のレンズをつけたりね。やりましたね。とんでもない動画もねありますんでね。ぜひともね見てたと思いますけど、まあ、で今後の展開なんですけど、どんな感じでいくんですかね。いやー、結構ね迷ってるとこもあるんですけど、うん、やっぱ見ててね、すごい中年オタッキーさんっていう、このなんでしょうね、コミュニティみたいな、はいはいはい、あれがすごく羨ましいと思ってるんで、よくよくはね、やっぱこう視聴者さんとかとね、はいはい、こう絡めるコーナーみたいなのができたらいいなと。結構喋りいけてるんでね。結構本読んでるやん。だいぶ読んでます。ね、本読んでるに結構流暢に喋るんで。で僕にはない若さがあるんでね。いや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 、22歳ですから。結局ね、僕のチャンネルなんかね、その若年視聴者とかほとんどいないんですよね。最初ずっとね、35歳未満とかずっとゼロで、そうずっとゼロだ、ほんと、2年ぐらいずっとゼロで、最近になってね、結構増えてきて、それでもね、今、17歳未満は今 0% です。あとね、結構イケメンなんでね、女性視聴者も来るから、僕のチャンネルなんか女性視聴者 0.6% ですからね。もう中年オタッキーって書き消してね、バラ族って書こうかな。そのぐらいね、男のちゃん、視聴者ばっかり来てる。まあ別にね、悪いことじゃないんですけどね。でも彼の場合はね、まあ、若年女性を引きつける努力多分あるから、多分ね、将来的にね、僕の追い抜いていくんじゃないかなと、予想はしてるんですけどね。そんなことはもう、で、まあ始めたてっていうことでね、今チャンネル登録40名ぐらいか。そうですね、やっと41人、さっき見たけど41位とかなって、うん、あ、41人いったかみたいな感じで、よく言われてるんですけど、最初の100人が一番難しい、うん、なんか本当にね、自分で出した時はもう5人から増えないみたいな。いや本当ね、もうYouTube のね、新参者に対する扱いがもうすごくひどくてね、どんなに面白い動画を出しててもね、どんなに凝った動画を出しててもね、完全にもう仕方ですからね。本当に僕もそれで苦しんで、僕の場合はちょっとね、ドラスティックなやり方でチャンネル登録者伸ばした。もうこれ釣り動画でも作るかっつってね、ソニーのカメラを思いっきりディスった動画作ったらビューンって伸びて。まあ今に至るんですけど、強烈、ね、まあたまたまソニーのカメラが嫌いというわけで、ソニーが嫌いだったんでね、あ
のメーカーとしてね、以前の動画でも話しましたけどね、あのパソコンの修理をねやっててね、もうソニーのパソコンばっかり入ってきてイーってなってそういう経緯があって、まあ、ちょっとソニーをディズったんですけどまあ実際はね、あのソニーのカメラ持ってますからね、あの200円で買ったやつですまあそんな感じなんですけどね。そんなわけでね、まあ今はデジタルフィルム半々ぐらいかな。そうですね、本当に半々、うん、半々ぐらいですね。まあ今後はその流れていくって結構機材持ってる、何台か持ってるの今は。そうですね、ちょっと数えたことがないんですけど、確実に20台は超えてますね。あ、初めて4年4年で20台か、20台なかなかやな、増えましたね増えていくんですよ。で、あの把握しきれてない分がやっぱり自分の中で、で全部ね、こうもう僕ジャンルで買っちゃうんですよ。はいはいはい、あのポラロイドっていうのにはまって、うん、SX7 とかあの辺をパンって買ったりとか、はい、なるほど、はい、あとはもうあのフィルムでも、あのデータ化をしてやろうと思って、うんうん、あの何ですかね、あの、厚板みたいなとか、あーなるほどね、データ化をしようと思って買ったりとか、はいはいはい、機材っていうよりはこうなんかこう環境をこういろんなのがあって。じゃあフィルムを今デジタル化するのはデジタルディープやってるのか。いや一応ね、うん、まあお店に出して、お店に出して、あ、はい、でまあ自分でねショップのやっぱり店員だったんで。そっかそっか、はい、その立場を利用して職権乱用や職権乱用やまあそこはね、まあ、そこもキュウリに含まれるあのね、もうとにかくねすごくマニアックでカメラ好きっていうのがもうね分かるんですよね。あの彼と出会ったのは、僕はねちょうどあの EOS 5D Mark III のね、中古をね購入した時にね立ち会っていただいたんですけど、もうあの目が輝いてますからねカメラに行ってる間ね。そうなんですよ、あこいつ好きやなと思っていやもう、まあ、あの某店のね店長さんもね、店員さんも面白いということで、結構ねあのもうあの僕のチャンネルをねしょっちゅう見てる人はもうどのお店か大体予想つくんじゃないかなと思うんですけどもねここではちょっとあえてあの名前は出しませんけどね、もうみんな分かってるだっていつも見に来てくれてる人一緒だしね本当にね、まあそんな感じでね、あとマニアックな、ね、店長さんとマニアックな店員さんがいる店でね、まあ、働いてるんで、僕、まあ、そのマニアックなお店に僕も今通ってるわけなんですけど ね、うん、すごいですよ毎回最初に出会った時に、その触ってて、すっごく印象に残ってるんですけど、ほう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 、あのシャッター切って、やっぱ高級機は質感が違うねって、そこないなと最初にそこないな、最初にそこかみたいなもうあ絶対お仲間やと思って。ああなるほどね。もうねあの円数ってやつですね。もう大体ね、もう結構ねそのカメラもバイクも車もね結構似通ったとこあるんですけど、いわゆる円数ってやつでね、あのマニアックな人たちはねそういう匂いがするんですよ。もうあの目の付けどころが違うんですよ。質感。大体ね見た目からね、普通の人はね、あ綺麗だなとか傷ないなとかね、そういうとこから行くんですけどね、あの円数はね食感とか音とかねそっちから行くんですもうほんとね、この人変人だみたいな感じですね。ほんとにいい意味でド変態が来たと思って、まあ、心配しなくてもね、僕の視聴者さんみんな変態ですもうね、ルイは友を呼ぶと申しましてね、こうなってたらすごくわかります。いやもうね、ほんとね、うちのチャンネルほど一体感があるチャンネルはなかなかないと思うんですね。あの同じ匂いを持った人間が集まってるチャンネルというか、そうまあ、そんな感じでね、本当ね、僕幸せも面白いチャンネルになっててね、うん、でこうやってね、同志もできましたんで、今後のね、高橋のカメララボさんのね、発展が楽しみなんですけどね、次回動画はあれですか、フィルムの？そうですね、フィルムのシネスティル800ですね。僕もね実は知らなかったんですけど、フィルムあれ映画用のフィルムってネガなんですね。そうなんですよね。で、はい、あれどこから出てるんですかシネスティルって。あれはねどこだったかな、メーカー忘れちゃったんですけど、コダックのビジョン3っていうフィルムの、あれを詰め替えて前から、はい、あのフィルムローダーみたいな感じで詰め替えて言ってた、はい、いくらぐらいですか。 iPhone 今3000円ぐらい。高っ3000円
いやー、いや富士フイルムの C200 が6本買えますすぐそれで計算してくるそれがねなかなかねあのなんか映画でねその撮ったような雰囲気で映る、うん、で800という名前通り ISO800 なんですね。はい、で増刊にも対応してて、ほうほうほう、一応増刊限度したら3200まで。え、 C41 現像でしたっけ、でも基本は、はい、C41 現像でも増刊、ラボに出したら、はい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 、一応ああミニラボだったらねもうその固定限度ですけどねそうなんですけど、ああ、うん、でかいラボに出したらもう増刊も可能と、はい、ああなるほどね。まあ、ちょっと聞いて流浄感とかどんな感じです？まあ流浄感はやっぱりちょっとねザラッとはしちゃう。800だからいい、うん、でもやっぱり独特の質感といいますか、映画 の空気感みたいなの、色の空間とかすっごく再現されてて、お、はい、めちゃくちゃいいですかまあねその辺はね高橋のカメラダムさんね次回の動画でねはっきり言ってますんで、はい、映画のような、ね、雰囲気が撮れるフィルムということで、僕もね実は試そうと思ってね。あ、そうなんですか。うん、B&H フォトで見たら1本 15.4 ドル。 15.4 ドル、だから日本円に直すと1650円ぐらい。全然違いますね。めっちゃ安いでしょ。安い、うん、でもね1本輸入すると送料が15ドルかかってくるんで結局日本と同じになっちゃうんで。なるほど、日本でまあいいかなって、3本は欲しいかなっていうような感じですかね。でもリバーサルと同じぐらいの値段にはなっちゃうんですよね。まあ現像が安いですけどね。うんうんうん、うん、ミニラボでも C41 だからね現像できるんで、ね、普通のカラーネガと同じですよね。で800で撮れるっていうことなんで、夜のお祭りとかね撮るのもいい感じですかね。いいと思いますよ、うん、ダイナミックレンジ、ダイナミックレンジはラチチュードラチチュードは広いですね。ラチチュードも広い、映画用のフィルムっていうことでね、ラチチュードが広いっていう。なんか映画が最近そのねハリウッド映画がフィルム回帰してるんですけど、そこがなんかでかいっていうね。結局デジタルカメラはねハイダイミックレンジってどん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 今言ってるけど、フィルムは最初からハイダイミックレンジなんですよね。そうそうそう、まだ結局決まってないと思うんですよ。そうそう、結局フィルムの方が上なんですよね。間違いなく。もうさっきねそのネットで見てたんですけど、その画素数でなると、そのいわゆるライカ版 35mm のフルサイズっていうのはフィルムだったら10億ピクセルぐらいあるらしいですねそうそう、うん、もうだから、うん、42メガピクセルとか62メガピクセルとかへでもないぞみたいな全然本当にもう、うん、桁が2桁ぐらい違ってくるっていうね。そうそうそう、そのぐらいなんかほんで、直線しかないんですよねデジタルはね。ああ、そうですね、うん、それがフィルムはその、ね、全方位に改造するということで、やっぱ自然な絵が撮れるって、やっぱフィルムの方がいいんかなっては思いますけどね。まあそんな感じでね、高橋のカメララバさん、デジタルフィルム併用ということでとりあえずは行くんですけども、まあかなりマニアックなチャンネルになるのはもうかけ根なしということでまあ今喋ってても分かると思うんですけど、いや22歳でこの知識ちょっとおかしいですよいやでもやっぱりね、お店にね来ていただいてるお客さんからもらった知識っていうのがあるので、まあ、大半俺結構ねいや俺そんなに知ってないけどな、動画見てたらやっぱりもうね、あ、まあ好きだから覚えるっていうのはあるっすね。まあまあそんな感じでね、マニアックなチャンネルになってまいりますので、はい、説明欄、さっきも言いましたけど説明欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひね訪問してね、チャンネル登録して、結構なペースで今ね動画を配信しておりますのでねちょっと抑えろ、もったいないぞって言ってるんですけどだって今出しても再生されないからっつって楽しいが勝っちゃってまあ、作って出すだけで結構面白いからね YouTube ね。そうなんですよね、まあ、その面白さの方にはまっちゃうけどこれがね再生されだしたらまた面白いし、コメントが入ったりしたらね面白くなってくるんですね、もう幸せな時間をどんどん増やせるというね皆さん僕のチャンネルに来てる人みんなね面白い動画をありがとうございますってねよく書いてくれるんですけども、自分が一番楽しんでますいやもう本当にね話しててねすごく視聴者さんとねつながりをね大事にしてるし楽しんでるなと。いや本当楽しいんですよね。で、すごいですよ。で僕よりはるかに知ってる人もたくさんいるし、プロカメラマンもいっぱい見てるんで、だから知らないことを教えてもらったりとかね、で僕の場合ねもうありがたいことに機材とかもいっぱいもらったりしてますしねもう貧乏なんで本当助かってます今日もねこのソーシャルディスタンス300円しかかかってないですから
まあそんな感じでね、高橋のカメララボさんの、管理者さんと、今日はトークさせていただきました、はい。今後もねご検証のことほどよろしくお願いしますということでお祈りしております。ありがとうございます、はい、本当に。いえいえとんでもない。はい、今日のね動画、面白かったですかね。いつも言ってますけど、まあ、高評価はねもうちょっと押すだけなんで高評価の方お願いします。あとね、コメントの方ね、どうしようし、ようやくねコメント全部返信終わったんですよさっき。あ、結構必死あの量やっと終わったみたいな感じで、まあでもね、コメント返すのね楽しみにしてますので、コメントどんどんお願いします。あとね、チャンネル登録の方ね、もう激増してるんですけど、ものすごいペースで増えてるんですよ。すごいですね、うん、今月206プラスなんで、ちょっと新記録なんですけどね。チャンネル登録の方もね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、今日の動画は、この辺で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次の動画でお会いしましょう。それでは、ごきげんよう、さよなら。